はい、それでは11月20日の、3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今まく種はやがてあなたの未来となって現れる。今勉強しても試験前には忘れてしまうのではないかと。だから試験前に一気に勉強するんです。まあ、そう思ってる方意外と多いんですね。もちろん今日勉強したことは明日にはほとんど忘れてしまいます。これっていうのはエビングハウスの研究結果からも明らかなんですね。エビングハウスの忘却曲線というものを調べていただくとわかると思います。しかし復習を重ねることで忘れにくくなります。つまり試験前に復習を重ねて定着させておくことが重要なんですね。そのことから考えても試験前から始める、まあ、試験直前から始めるってことですね。これはあまり合理的ではないんですね。復習できる回数自体も今から勉強するのと試験6ヶ月前から始めるのとでは2倍ぐらい変わってきます。だからこそ今すぐ本格的に勉強を始めた方がいいわけなんですね。実際過去の個別指導の受講者様を11月から勉強を始めている方の合格率、これ8割ぐらいあったのに対して4月から個別指導を受講された方の合格率は6割だったと、約6割だったということも実際あったんですね。今の時期から勉強をしている人と比べて4月から勉強する人の方がやはり合格率は低いんです。来年絶対合格したいという気持ちがあるなら今すぐ本気で勉強を始めましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。では3問に入ります。 B は A に対して B 所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、 A は C と売買契約を締結した。 B が追認しない場合でも C が A に代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、C は直接 B に対して所有権移転登記の請求をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸です。B が本人、A が代理人、C が相手方という状況で、今回 C に与えられた代理権の範囲っていうのは賃貸借契約なんです。にもかかわらず売買をしたということは、これは代理権の範囲を超えてますよね。で、相手方については代理権があることを信じて、そう信じるについて正当な理由がある。これは言い換えると善意無過失なんですね。よって C は表権代理を主張することができるということです。で、表権代理が成立するということは契約っていうのは本人 B に帰属するんですね。つまり契約の責任を負うのは B だということです。つまり相手方 C は本人 B に対して契約通り所有権移転登記してくださいと、直接所有権移転登記の請求をすることができるということですね。表権代理が成立するということは契約自体有効になるから、相手方 C は契約通り所有権移転登記してくださいと本人に請求することができるということです。で、問2ですね。B が用途地域内の自己所有の農地について道路を設けて区画割りをし、その売却を業として行おうとする場合は B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。免許を受ける必要があります。これは昨日のポイントと同じなんですね。用途地域内の土地っていうのはもう原則宅地扱いです。ただし、政令で定める公共施設用地、これは宅地には該当しないんですね。道路とかっていうのは宅地には該当しません。で、今回の問題っていうのは、もともと用途地域内の農地ですよね。ここにも書いてある通り、用途地域内の農地なんです。これを、道路を設けて区画割りをするんですけども、そもそも農地だということなんで、もうこれは宅地なんですね。宅地扱いです。したがって、宅地の売却を業として行おうとする場合は、B は免許を受ける必要はありますので、誤りだというふうになります。で、個別指導では、この免許の要否の簡単な解き方、これをお伝えしております。免許の要否の問題っていうのは、まあ、どんな応用問題や引っ掛け問題が出たとしても、これ確実に得点できる分野なんですね。なんで、これ絶対得点していただきたいんですよ。ここで引っかかってたりしていたら、なかなか合格できませんので、免許の要否については、絶対に失点は避けましょう。で、建築基準法です。
高さ丸々メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に飛来設備を設けなければならない。この丸々メーター、これは何メーターでしょうかという問題です。実際このような穴埋め問題でないんですけども、この数字は覚えていただきたいので、穴埋め問題にしております。で、飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時に、その雷のエネルギーが建物の中に入らないように、つまり、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよね。そういったものが建物にバーンって落ちた時に、壊れないようにするために、マンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備みたいなイメージです。で、これについては20メーターですね。20メーターを超える建物については原則飛来設備を設けなければなりません。で、個別指導の受講者についてはこれ語呂合わせで覚えた方が早いので語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。宅建の勉強していて難しいな、何言ってるのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであればぜひ弊社ルトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社レトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。